フランシスコ・ゲレーロ・マリンは、スペイン派援県、ディナーレス出身の現代音楽の作曲家。音楽理論他を、フアン・アルフォンソ・ガルシアの下で学んだ後、ヘルムート・ラフヘンマンの弟子であるマニュエル・イダルゴに指示した。実質的なデビュー作は合唱のための、アニーモス・ビーダが、23歳で、ジョンドー製作、ガウデアムス賞にノミネートされ、受賞を逃すも、脚光を浴びた。彼は、 スペインのクセナキスと呼ばれる一方、エドガー・バレーズような作風の作品も見られる。1990年に発表した合唱曲ヌアーで初めてフラクタル理論を取り入れて以降、カオスやフラクタル理論をオーケストラ書式と電子音楽に導入し、その数学的な手腕が注目されたが、その実際はスペインの民族色の現代的な表質にあった。それは彼が 弦楽のために連作した、シオンで聴かれる辛口のメロディーや、晩年まで制作を続けたアルベニス作曲、イベリアのオーケストラ編曲に現れている。日本への紹介は1995年に、ハリー・ハルプライヒが、秋吉大国際20世紀音楽セミナーフェスティバルでレクチャーをしたのが最初だったが、その2年後に、マドリードで休成した、アイルシメートルのサイトに基づく、道場。 ありがとうございます。